これをねこうしっかりと1ヶ月経たないぐらいか食べてみましょう。美味しい梅干し。こんにちは、ゴンタスキッチンゴンタです。今年は絶対やろうと思った梅干し作りをやる。昨日ね梅を買ってきた。小梅、ちょっとまだ緑っぽいのが結構あるからね、なんか追熟できるみたいなんで 2,3 日常温でねその辺に置いとけば追熟するらしいんで、よしじゃあまず開けてみよう。追熟させよう。傷んでんのを見つけながら。ヘタがないのが助かるね。意外とねまだね傷んでるのがあったからまたちょっと取った。よし乾いた。すごい梅の香りが、すごいいい香りがする。621g、 梅の量に対して 18% から 20% の塩だから約 150g ぐらいでいいや。今回は漬物石とかを使わないやり方でこの瓶でね漬けていきます。これ入るかな。ギリギリ入りそうだな。ちょうどいいね。これ2リッターの瓶、これに塩を入れる。これをねこうしっかりと塩が混じるようにしてあげる。上の方は塩に使ってないからちゃんと本当に梅酢が出てきたらかき混ぜてあげないと。よしこれを常温で保存。はい、1週間経ちました。もう梅酢がほぼ使ってる状態ですね。しかも色もね結構緑色だったんだけど使ってる間に黄色くなってきちゃってこうもうふにゃふにゃ。もう一回買ってきたんだよね今日。ほらちょっとねサイズが大きいで、ここまで来たら毎日ねちょっと梅酢に浸かるようにしてあげて赤じそができるまでちょっと待つ。今はまだこんなに感じだけどこれがもっと大きくなるからね。よしだいぶね大きくなってきた。いい感じだね。すごい綺麗。よしこんなもんでいいだろう。これで何グラムぐらいあるの。これで約 180g あったからこれがだいたい 900g ぐらい、900、900で1割1割 90g を両方にちょうど2つに分ければいい感じ。これが180だから約2割欲しいんだから36g ぐらい、こんなもん。そしたらこの36の約半分を入れて揉み込む。まだ 3,4 分しか揉んでないけどこんなに。これはアクの部分になって渋みとかそういうのがあるから捨てる。そしたら残った塩のさらにこの半分でこれをさらにまた揉み込む。また相当出てくる。まだ相当出てくる。ここも捨てる。これ最後の塩。まずこれからやろう。1ヶ月経たないぐらいか。ちょっとこの梅酢をこれでちょっとほぐす。これで梅干しになる。これで1日2回ぐらいちょっとね混ぜて3週間ぐらいつけておきましょう。よっこいしょ。はい、やっとね土曜干し、この動画もかなり前から撮り続けてるけど、やっとねここまで来ましたよ。梅干し、これを最後に干すんだけど、今日みたいな天気のいい日が続く時にね、あんまりねカピカピにならない程度に干す。それで出来上がり。着色料かっていうぐらい色がよくついた。これに一回開けよう。おお、すごい。これを干していきます。今日みたいなね梅雨が明けて天気のいい日に干す。このね梅酢と赤しそはね絶対ね捨てないでください。これはゆかり、自家製ゆかりができるし、こっちはね紅生姜作ったりしば漬け作ったりね、特に紅生姜はおすすめかな。はい、これでカンカン照りで1日半干した。もうこれ以上ね干したら多分もうしわくちゃになっちゃうから、もうこれで完成です。ちょっと食べてみましょう。うんうん、梅干しだ。すごい酸っぱいけど梅干し、美味しい梅干し。瓶かなんかに入れてね最後保存しておけば OK です。大成功だね。